それは数ヶ月前のことである。秀才たちが集う霊峰学園の生徒会長である山田大輝は突如謎の力によって生徒たちを操り、近隣高校を恐怖と混乱に陥れるという出来事があった。それを制したのは山田のかつての友人、正義の不良こと熱血高校の国男だった。山田はその騒動の後人知れず姿を消した。その騒動の当事者となった霊峰学園に各校から恐れられた霊峰四天王がいた。その中でヘッド格として君臨し、同学年の生徒たちからもさん付けで呼ばれた男。その男の名は小林。彼は山田の配下として国男と戦い、そして敗れた。だが国男には彼が本気で戦っていないことが分かっていた。小林は一体何を企んでいるのだろうか。その答えは見つからないまま国男は小林に呼び出されることになる。この物語は小林と国男が再び出会うところから始まった。生かすぜ小林さん。はじめからオプションランキング、はじめからオプションはじめオプションランキングオプション。キャラクターをパワーアップしたりスキルを選択したりできるよ。他には登場人物のプロフィールも知ることもできるんだ。仲間のことをもっと知ってほしいね。セーブニャン、セーブニャンコ。溝口が未来から連れてきた猫型ロボットたち。設置した一定範囲内の時空間の流れを丸神さよ、東堂たける、東堂守る、山田優吾、音無京介。セーブニャンコ。キャラクターをパワーアップ、使用しているコントローラーのボタン配置設定を変更することができるよ。使いやすいボタン配置にしてプレイしてみよう。使用して装備アイテムの入手ができるよ。装備 BGM、SE、ボイスの音量を調整してね。BG、セーブデータを消去しようか。生かすぜ、小林さん。はじめから。さらわれる主人公の名前を決めてください。さらわれる主人公の性別は？小林さんへの思いは？小林さんへの思い出の品は？活躍はよく知っているよ。これから君には悪の未来人と戦ってもらうことになる。思い切り暴れてもらって構わないからね。期待しているよ。何言ってやがるんだ、おちょくってんのか。
こんな銃で一体何を企んでやがる。なに、てめえのことはとことん観察してやるぜ。そして気に入らねえ動きをしたら飛ばしてやるだけだ。奴らの動きはどうですか、溝口君。やはりこのエリアに集まっているようだね。まとめて倒すチャンスかもしれない。愚かな連中ですね。まとめて地獄へと導いてあげましょう。大変です、小林さん。さらわれちゃいました。なんだと。いや、問題ありません。奴らを倒しながら探し出し、ついでに助けるだけです。まあ自分の力で切り抜けてくれるかもしれませんしね。あの冷静な小林さんが動揺した。小林さんの関係って。京介、何をブツブツ言っているんです。バックアップ頼む。はい、任せてください。丸神小夜さんと協力し、小林さんたちをお助けします。さあ行きましょうか、溝口くん。やつらを見、小林さん、小夜さんたちによってこの辺りにも多くの戦闘員が確認されています。戦闘員は各エリアを担当している幹部たちの配下なので、そのエリアの幹部たちが異変に気づいて姿を現すだろう。その幹部たちを倒すことが重要だとさよさんは言ってました。戦闘員を何体倒したのかはポーズメニューから確認できます。それと溝口さんの指示通り、猫型ロボットを各エリアに放っておきました。彼らにゃんこたちに話しかければ進行状態をセーブできます。彼らは気まぐれなので、いつ姿を現すかは彼ら次第のようです。そこまで猫らしくしなくてもよかったのではないかと思うんですが、また何かあったら報告に行きます。頑張ってくださいね。そうだ小林くん、ついでに僕からも装備アイテムの説明をさせてもらうよ。僕は3つのアイテムを常に持っていて、これを装備アイテムと呼んでいるんだ。まず画面中央にあるゲージを見てほしい。左からリカバリー、ヘルパー、そしてパワーアップを表している。わかるかな。リカバリーは回復弾を発射して全員の回復をする。ヘルパーは一定時間だけ特別な仲間を呼び出せるんだ。パワーアップは小林くんの力を全体的に底上げしてくれるよ。ただしパワーアップには時間制限があるから、画面内のリングゲージで確認してほしい。また装備アイテムを使用するにはメーターを貯めないとならないんだ。メーターを貯めるには敵を倒して奴らの負の力を浄化しなくちゃならない。そしてメーターは左から溜まっていき、明るくなったものから使用できるようになる。でここが一番肝心なことなんだけど、装備アイテムは僕全く使えなくなるってことさ。僕からの説明は以上だよ。長々とごめんね。食らいなさい。ここも落とされているか。やつらめ、いいようにやってくれる。君は、ああ、確か小林くんだったかな。はじめましてだったね。私は東堂健、ちょっとした世界的超巨大企業である東堂グループのちょっとした大幹部なんだが、まあ君たちには関係ないことだな。それはともかく、この道は途中が壊されている。それを誰がやったのかは知っているよな。奴らはそういう者たちだ。もし奴らには近寄らんことだ。下手をすると、まあそうは言っても君たちは動くんだろう。弟も協力しているようだし、そこの未来人もそれほど強くはないからな。まあそういうことだ。行け。
さい。食らいなさい。いかがでもか。ぶち込みなさい。食らいなさい。いかがですか。久しぶりだね、溝口君。俺を覚えているかい。君は優吾、山田優吾君なのか。一体なぜ君がこの時代に。探し回っても見つからなかったはずだ。いろいろと心配かけたみたいだな。誰にも話せない事情があったんでね。特殊任務だったとでも言うのかい。お何でもかんでも君の耳に入ると思ってもらっては困るな。あの組織は隠し事が多い、そういうところだったろ。まあそれはそうだけど。とにかく今の俺は君たちをサポートするように動いている。安心して俺に従ってくれ。では。小林くんじゃないか。こんな時間にうろつくのはよくない。我が学園の評判を落とすような行為は。あなたは霊峰学園生徒会長東堂守る。これが君の裏目か。裏ではなくこれ。ま、あれこれ言うつもりはないよ。だがもう少し君たちの様子を見てから協力するかどうかはかん。まあその時までは倒れないでいてくれたまえ。ではまた会おう。はっと。もう出てきたか。これが奴らの正体。モヤ人間と呼ばれている存在だ。こいつは負の力、いわゆる人から出るマイナスの感情を利用して作られた化け物。敵の目的はこのモヤ人間を利用して、奴らはモヤ人間を人間へと注入し、マーカーとなった人間は理性を失い、暴れるマーカーの周りには恐怖が広がり、だから敵の幹部たちはマーカーを増やすことを。でもそうはさせない。さあ行くよ小林。奴には僕の投げる浄化シールでしか君たちの必殺技も通用しないから頼んだよ。お返しです。はっ。
ーブできるにゃ。セーブしたにゃ。このままやめてもオッケーにゃよ。つけなさい。せっ、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 せっ
がですか。くらいなさい。くらいなさい。こんなところで。いや、まだ終わるわけにはいきません。溝口君、時間を巻き戻しましょう。まだ。溝口君、奴らがフライングマシンで近づいてくるようだ。こちらもフライングマシンを用意したので、ぜひ迎え撃ってほしい。敵の数はそう多くはない。当たりなさい。私の忠告を聞かず、まあそれも結構だ。ただやる気があれば何でもできる。無謀はそれなりのダメージ。しかしだ、奴らフライ、あれは確か君たちの管理、もしかしたら。まあとにかく気をつけることだ。ん？私が一番は真実を見極めるためには、まあそういうことだ。大変です、小林さん。マーカーと呼ばれている敵が、マーカーが現れると敵戦闘員の力がパワー、先に見つけて倒した方。それとマーカーは一般人がない、他の敵よりは戦いやすいみたいですが。引き取りなさい。嬉しいよ。私は21号って呼ばれているけどさ、このまああんたらには何の関係もないけどね。さあ、行け。どうですか。行きますよ。倒したと思う。どうですか。食らいなさい。とっておきをあげる。引き取りなさい。どうですか。手おきです。逃がしません。よっ、よっ、どうですか。倒したと思った。くらいなさい。引き取りなさい。まだです。まだです。終わりです。まだです。さらに、さらに、取っておいきますよ。倒したと思った。まだです。さらに、まだです。くらえ。
強化どうですか。倒したと思った。行け。くらえ。あまり行くよ。行け行くよ。だっておきをあげる。くらえ。だっておきをあげる。くらえ。敵の強化。あるわけにはいきません。溝口くん、まだやれ。せいっかく打ち込みなさい。いけ打ち込みなさい。どうですか。逃がしませんよ。いかがですか。いけ打ち込みですよ。やりますね。せいっかく行け。さあ、かかってきな少年。どうですか。倒したと思った。終わりだ。倒したと思った。終わりだ。倒したと思った。行け。食らいなさい。行きますよ。よだ。とっておきです。逃がしません。食らえ。取っておきをあげる。どうですか。食らえ。取っておきをあげる。見え。食らえ。やります。甘いよ。倒したと思った。まだです。どうですか。とっておきをあげる。避けられるかな。行くよ。行きますよ。全然関係。